こっついちゃダメですよ。ねえ隊長さん、もういいところだったのに。それでは次の方どうぞ。おお、一つ頼むぜ。俺と俺の組織がこれからうまくいくかどうか、それとどうすればもっとうまくいくか。なんだ？ぼーっとして。何か俺に文句でもあんのか？いえ、そんなことは。なんだと？ふざけるな！いえ、そういうわけでは。しないようにしてください。嘘ついてもいいですから。なぜですか？いいですから。ほらほら、またぼーっとしてると思われちゃいますよ。なんだ急に、さっきとは全然違うことを。おい、インチキ占いで金を取るつもりか？インチキなんかじゃありません。だいたい、あなたがアドバイスを聞き入れてくださらないから。あんな、どうやら最初から俺をコケにするつもりだったようだな。おい、野郎ども、へい！何をなさるおつもりですか？なーに、俺たちをなめるとどうなるか、見せしめのためにちょいと遊ばせてもらった後、始末して通りに捨てっちまうのさ。
アンナ、私と代わって。ちょっと待ちなよ。なんだこの女は。応戦しろ。お前ら誰だ。貴様はこいつの仲間か。偶然通りがかっただけさ。何やら表が物々しいもんだから、こっそりと話は聞かせてもらってた。確かにここは無法の町さ。力がある奴が好き勝手して何が悪い。だけどもさ、だったらもっとでっかい力のある奴に潰されても仕方ないよね。さっきの奇襲で何人か倒しただけでいい気になるなよ。お前ら、お楽しみが一つ増えたと思ってこいつからやっちまえ。後でノマドの連中にしばらくこの辺りに常駐して見回りしてもらえるよう頼んでおくよ。ええ、ありがとうございます。助かりました。とても。なんかイメチェンした。そんなところです。それよりお礼をさせてくださいな。私の名前はファンタスマ。あなたは？私はアレッキー。君と同じ。あれ？さっきは君のことムマって感じなかったんだけど、あれれ？まあまあ、そのあたりはこんなところでじゃなくて、まずは唇を湿らせてから。お酒は飲める方ですか？お酒？好き好き、大好き。へえ、なるほどね。じゃあ私が店に飛び込んだ時には君はアンナだったんだね。そういうことになりますね。あら、後でちゃんとアンナからもお礼を言いたいと言ってますよ。今回は助けていただきありがとうございます。ぜひまた店にいらしてください。無料で占わせていただきます。だそうです。わあ、本当に頭の中で会話してるんだ。魂だけが封印されちゃって、体はどうなったのやら。私、実は私も暴飲暴食のしすぎで咎められちゃってさ。ほら見て見て、私の目左右で色が違うでしょ。魂と魔力を理性と本能に分割して、それぞれ左右の目に封印されたんだ。暴走する本能を理性で制御しろって言われてさ。同じムマとしてこのしんどさわかるでしょ。わかりますよ。だよね。
見つけたぜ。さっきの奴らはあくまで護衛だからよ。こいつらは違うぜ。それにどうやらそこの女とずいぶん仲良くなったようだな。だったらよ、お前ら、こうして人質にしまえば万が一にも対応できるってわけだ。さあどうする？って何をのんきに飲んでやがる。ねえ、助けた方がいいかな。じゃあ今度は私の力を見せてあげちゃいますかね。おお、やんややんや。なんだこいつ、さっきと一体どうなった。見ててくださいね、これが私の妖術。はじめまして、私はアンナですわ。そしてファンタスマ、この子ともどもよろしくお願いしますね。ねえ隊長さん、もういいところだったのに。